皆さんこんにちは。今日は天竜川の竜神様を主人公にした物語を、物語の朗読劇をさせていただきます。こちら皆さんの中に浜松市内からいらした方いらっしゃいますか？ありがとうございます。天竜川の竜神様のお話をご存知の方っていらっしゃいます？もしいらっしゃったら手を挙げてくださいますか？ありがとうございます。で、結構ね、ご存知の方もいらっしゃるように、ここの森林公園のね、すぐそばに安水寺様ってお寺がありますが、あちらの安産祈願でね、有名なお寺さんですけれどもね、あちらにお祭りされているのが天竜川の竜神様の化身の小安地蔵観音様と言われております。こちらでね、安産祈願されたっていう方もね、皆さんの中にもしかしたらいらっしゃるかもしれないです ね。その竜神様がそちらにお祭りされるようになったまでのね、物語を今日はさせていただきますので、今日はね、皆さんちょっとうまくできない、そんなことに思いをはせながら聞いていただければと思います。言われたけど、本当かどうかなんて俺は知らない。だって父とか母なんて呼ばれるご大将なもの。俺生まれてこの方見たことねえんだもん。ほら、そこの川のほとりにある薬師堂の坊さんが俺の親代わりだ。赤蛇丸なんておかしな名前だろ。ふざけんなって話だ。そのせいで俺はいや、あかりまる、お前さっそく母ちゃんの塗り替えなきゃちまえ。お前みたいな夢人形、名前
不足仕方ない。今から9年前、私は帝に命じられて江戸の平定のため東北へと向かっていた。ところがここ遠江の地までやってきた時のこと、行く手を阻むような荒玉川の激しい流れにこれ以上軍を進めることができなくなったのだ。何したっても水かさは増し、川の流れは収まるどころか狂ったようにうねり出し、ついには近隣の電波場や里の家までも押し流すような勢いとなっていた。この上は御仏におすがりするしかないと、私は薬師堂にこもり、里の民を救ってくださるよう必死で祈った。あれは7日目の朝のことだった。まもなく夜がしらじらと明けようとする頃、夢かうつつか私の前に輝くばかりの美女が立っていたのだ。朝もやの中に立つその娘は玉袖と名乗った。それがなお前の母なのだよ。瑠璃色の目をしたとても美しい人だった。
私たちは互いに惹かれ合い恋に落ちた。だがそうこうするうちに川の水量も落ち着いてきた。私は後ろ歯に惹かれる思いで玉袖を残し東北の地へと旅立っていったのだ。そして半年後、無事に蝦夷の地を平定し再び遠江の地へ戻った時、玉袖の腹には子がいた。それがお前だ。私も玉袖もお前が生まれてくるのをそれは心待ちにしていたのだよ。ところがいよいよ出産という時が近づくと、玉袖は四方に窓のない産屋を建ててくれという。そして私にこんな約束をさせたのだ。私が産み終わって出てくるの、決して中を覗かないでください。必ずですよ。それから7日7晩だった。扉は固く閉ざされたまま一度も開くことはなく、玉袖はその間何も話さず何も食べようとはしなかった。心配でたまらなくなる。玉袖無事におるか、赤子は生まれないか、頼む返事をしてくれ。何度も声をかけるのだが産屋の中からは何も聞こえない。私はとうとう我慢できなくなる。ついに産屋の節穴から中を覗いてしまったのだ。するとそこに見えたのはあの美しい玉袖ではなかった。いつぐらい闇の中にいたのは七町半のとぐろを巻いて赤子をペロペロ慣れている、それは恐ろしい真っ赤な大蛇だった。バケモノ、玉袖はごめんやった。私は産屋を蹴破り刀を抜いて中に入った。すると次の瞬間大蛇は消え去り、代わりに赤子を抱いた玉袖が目からポロポロと涙を流しながら目の前に立っていた。あなた、決して中を見ないでとあんなにも固く約束したのに、なぜ、なぜ待てませなんだ。なんとお前は玉袖なのか、なぜだ、なぜこのようだ。私はこの岩田の海に住む大蛇でございます。こうして本来の姿を見られたからにはお別れせねばなりません。ですがこの子はあなた様のお子です。私の住む世界に連れて行くことはできません。どうか立派な子に育ててくださいませ。玉袖は静かに目を伏せると二つの宝珠とともに赤子を私に手渡した。そしてこの赤い毛に身を踊らせたかと思うと、再び大蛇の姿となってシイガ沖の淵に静かに沈んでいったのです。残された赤子に私は赤蛇丸と名付けた。生まれたばかりのお前を連れて都へ帰ることもできず、やむなくこの薬師堂の坊様にひととき預けていたのです。
赤蛇丸、私はこれから帝の命により再び蝦夷の地へ行く。どうだ、この父と共に来ぬか。行きます。突然の父の言葉に俺は知らないうちに行くと答えていたらしい。翌朝、薬師堂の坊様に別れを告げ、父と数百人の兵と共に出発した。やがて東と呼ばれる国に入ってからは雪だるまのように兵が増えていった。そして蝦夷と呼ばれる北の国へ着いた頃には万を超える大軍隊になっていた。俺はこれから起きる戦が恐ろしかった。たくさんの旗が風にバタバタとさなびくのを眺めながら、身震いしていた俺の後ろにはいつの間にか父が立っていた。これまでに敵も味方も多くの命が犠牲になった。戦いが続く限り互いへの憎しみが募っていく。もうたくさんだ。私はこれを最後の戦いとするためにここに来たのだ。戦いはあっけないほどの勝ち戦になった。エミシロアの大将を当てる糸、副大将のモレが兵を連れて投降してきた。すると父は土の上にひざまずかせた二人のもとへ歩み寄り、自らも膝をつきこう言った。当てる糸も、よくぞ決断してくださった。戦は始めることよりも終わらせることの方がずっと難しい。アテリーはしばらく目を閉じてから、鋭い眼差しを俺たちに向けて口を開いた。もう血を流すのはたくさんだ。戦いは人の心を殺す。俺たちの望みは、都の人間に我ら縁氏を獣ではなく同じ人だと知ってもらうことだ。人として生き、人として死ぬために俺たちはここに来た。父はそんなアテルイたちを捕虜ではなく客人として都へ招くと約束した。そしてその言葉の通り、蝦夷から都へ向かう道中はまるで旧知の友のように笑い合い、竹を踏み交わしては毎晩のように語り合っていた。赤蛇の坊、お前は父に似た良い目をしているな。アテルイは俺の頭を撫でてよくそう言った。俺はアテルイが大好きになっていた。ただ訳がわからなかった。父もアテルイも戦いたくなかったという。それならば人は一体なぜ争うのか、何のために戦うんだろう。こんなにも賢く心優しいアテルイたちがなぜ獣と呼ばれるんだろう。都の人間と一体何が違うっていうんだ。そうだ、きっと会えばわかる。戦のない国はきっとできる。父やデルイたちと過ごす旅の中で、いつしか俺はそう固く信じるようになっていた。途中ふるさと遠江にまで差し掛かった時のこと、独流となった荒玉川は俺たちの行く手を阻む。まるでこれ以上行くなと言わんばかりの荒れ模様で、何したっても収まる様子がなかった。俺はふと生まれた時から離り離さず持っていた母の形見の玉を思い出した。頼む、俺たちを都に行かせてくれ。俺は
荒れ狂う打球の中へ球を思いっきり投げ込む。すると見る見るうちに潮が引いて辺り一面の扇状の平野となり、無事に先に進むことができるようになった。ところが都に入ると状況が一変した。この毛玉のね、卑しい卑しい死んだ父ちゃんを返せ、汚らしい化け物め、女性とともにアテルイたちに向かってたくさんの石が飛んできた。アテルイは泣いていた。ここまで来ても最後まで我らは同じ人だとは思ってもらえないのだ。父はそれでも望みを捨てなかった。これ以上の無用な争いを避けるためにも、江戸はその土地の人間であるアテルイたちに任せる。今後は貿易によって互いに助け合っていくべきだと何度も何度も帝に訴えていた。しかし父の願いむなしく、朝廷からこのような毛玉をこの先も何年も生かしておくのは危険であると判断され、二人は無残にも処刑されてしまった。父は泣いていた。すまぬすまぬと大地に伏して泣いていた。二度と戦いを繰り返さないために、エビシも同じ人であると知ってもらうために、彼らをはるばる都まで連れてきたというのに、何も変わらなかった。自分には何も変えることができなかった。それから9年の歳月が流れ、俺は年光と名を変え、数え18の武人となっていた。父は50を過ぎた頃から床に着く日が多くなっていき、何か物思いにふけるようになっていた。そしていよいよ臨終という時、俺は鬼神丸と名付けられた一振りの刀を父から渡った。の上家は大々帝に使う。目とあらばお主も戦へ行かねばならん。年に、お主はこれを持って母のもとへ行け。そしてお主にできることを、お主にしかできないことを、あの地で成してくる。そう言い残して父は息を引き取った。なぜ母のもとへ行けと父は言ったのか。母は自分を捨てた大蛇ではないか。俺は清水寺に1週間こもる。どうか御仏の力で母の姿を見せてほしいと言った。漫画の夜は雷と豪雨の大嵐となった。見上げるとそこに美しい母が立っていた。母上、その姿が見られぬと悲しい。見えぬ不思
思議に思って母の顔をよく見れば、なぜか二つの目を閉じて、母上、としみつはここにおります。なぜ見えませぬ。何も持たぬ私が、母としてそなたのために残してやれるものは、これだけでございましたか。なんと俺は花見離さず持ち、9年前に川に投げ込んだあの玉は、母の眼だった。これまで自分は母に捨てられたと思ってきたが、最初から自分は母に愛されて生かされていた。玉袖で乾く間もなし、ここに来て我母なれば小安を祈る。そう言い残して消えた母の姿を、御仏の姿に刻んでもらうと、俺はふるさとへ戻り、冠水寺に安置した。あの時川に生を投げ込んでできた陸地は有玉と呼ばれる里になっていた。俺はその地で都の優れた文化を人々に教えながら、江戸の厳しい自然の中でたくましく生きる東北の民の誇りと生き様を抱いていた。Thank you.